ぴょんぴょんぴょん、おはようございます。釣り子 TV です。今日はね、夏っぽくトップウォーター、これでね、いい感じでバスが釣れたよ。まずはこちらをご覧ください。はい、サニーブロスの D4 ね、虫食います。はい、サニーブロスの D4 来ましたよ、ね、スッと吸い込んだような感じで、じゃあ逃がしてあげます。下顎ね、ほんとスーッと吸ったかな。うわはね、D4 とメタニウムにロデオクラフトの組み合わせ。えい。はい、というわけで、帰ってきましたが、これね、サニーブロスっていうメーカーの D4 っていう羽物なんですけども、まあ、ダッチよりちょっとね、小さいサイズっていう感じで、こう、ミドルサイズ羽物みたいな感じでね、なんだろう。まあ、好きで使ってるんですけども、これはね、実はね、最近新しくなって、これね、旧型の D4 なんですね。新しい D4 ってのが、こちら。ボディとかはね、全然変わってないんですけども、羽がね、なんか丈夫になったよっていうことで、なかなかね、こう、曲げようと思ってもね、曲がりづらいぐらい、ちょっと厚みを増してっていう羽に変わって、今売っている D4 っていうのがね、このタイプなんですけども、今回ね、使っていたのが、これがね、ちょっとね、初期型というか、羽がもう少し薄いモデルの、D4 なんですね。これがね、結構ね、羽が柔らかくて、まあ、釣り場でちょっとこういろいろ調整しながらね、好きな感じに曲げて、そんでもって、投げることができるよっていうことでね、お気に入りで使っているんですけども、今ね、持ってる人いたら、今後出る D4 は結構こういうちょっと厚手の羽に、変更っていうことみたいなんで、こっちねちょっとレアになるかもしれないですね。で、状況としてはですね、朝まずめ、終わって、あー暑くなってきた、こっからどうしようかなっていうね、ワーム投げようかなっていう、そういったタイミングだったんですけども、そんなタイミングでもね、結構魚が反応してくれちゃうっていうのが、なんかこういう羽物の独特のね、魅力なのかななんて思っていて、今回のもね、そんな感じで、ものすごい派手にドバシャーンって出るわけではなくて、どうしようどうしようっていう感じでじーっと見てね、そんで、食ってみるか、ちょっとしゃぶってみるか、あ、かかっちゃったみたいなね、そういったね、釣れ方だったんですね。なんか、まさに結構、夏の羽物っていうね、そんな感じで食ってくれたんで、すごいね、嬉しかったんですけども、ずーっとどうしようかな、どうしようかな、ね、そこでこの、ちょっと薄手のね、繊細な羽が、ほわ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 ーってね、微妙な波動を出して、
で、あとね、このやっぱ毛とかが効くんですかね。ちょっと、この毛をしゃぶりに来てみたらかかっちゃったって感じなのかな。なんともね、本当羽物って日中の変な時間帯とかにね投げてると、あー見に来た見に来た、あ食っちゃったよなんていうねことが多いんで、楽しいルアーだなーなんて改めて感じました。はい、というわけでね、本日の釣り子 TV はこのね D4 っていうね、ルアーで魚がかかったよっていうね、そういった動画なんですけども、まだまだね、秋ぐらいまでこんな感じで、今釣れるのっていうタイミングでね釣れちゃうのがね、羽物の魅力だと思いますので、まあこういう D4 とかもありますし、もう各メーカーからね魅力的な羽物いっぱい出ていますので、お好きなメーカーのお好きな羽物をね、自分のタイミングで投げてみたらいいんじゃないかななんて思います。はい、というわけで本日の釣り子 TV はこちら、サニーブロスのですね D4 の旧型、これでね、いいバスが釣れてるって、こういった動画でした。はい、また会おうぜ。